さあ、今回もタイタンフォール2やっていきます。テックテスト、今回はパイロットベースパイロットで、ホームステッドですね。さあ、今回はタイタンなしのパイロットによるパイロットの戦いですね。なので、そうですね、まあタイタンフォールらしくないかな。ちょ、ローダーズ解除する。ああ、エディットできないよ今。行こう。できるか。ワイヤーにしていきます。さあ、みんな行くぞ。8対8ですね。開けてんな、これスナイパー。スナイパーの場所だよ、ここ今。重なりたくない。待ち伏せてんのかな。そうか、こうなってくるとリスも関係ないもんね。敵が多分入れ違いになっちゃったかな。レベルアップ。オーマイガー。あと一発、そこが弱かったか。アサルトだと？やりやがるな。うわぁ。ここ離れよう。この死にようからして、あっちにいるな、今。援護行くよ。待って。ちょ、待って、早い早い。ちょ、待って。援護、援護。おっそってなってる。援護おっそって思ってるだろうね。いると思ったんだけど、あ、いるいるいる。うわ、スモークグレネードだ。うわ、なんだ、誰と投げたの。あ、危なかったね、自分が。これはなんだろうな、スナイパーが多いと思う。はい、多いですね。スナイパーやっぱ多いか。スナイパーじゃねえし、あいつ。うわ、ここ出られないな。張られてるんでね。このゲーム、まあ昔から1からかな、スナイパーが強いんで、それはずーっと怖いんですけど、いけないかな。やっけばれた。いやー、ちょ、待って。痛み分けということでよろしいでしょうか。スナイパー、おっと、バレてたな、今のからして。クリアリングというか、音で激しく撃っちゃったからね。やばい、一瞬一バレた。ちょっとあっち側か。うわー、上にいる。あの音を占拠されてるのつらいな。どうやっていくんだ、これもう無理じゃないか。あの塔からのキルでだいぶ稼がれてるんだろうな。
この武器で上張ってもしょうがないんですよね。前出るか。嘘。おお、ナイスパンチ。ナイスパンチ。重なったな。ここいられないでしょ。味方か。ああ横。いやー武器変えようか。なんでこのロングをこのサブで戦い抜いているのか。何からやってんのこれ。なんだ、うわ、ナイスパンチ、またもやナイスパンチ。動きが人間じゃないな。前作と結構違うからね。前作の人が強いっていうのはないかもしれないな。一周回って帰ってます。変えるか。本命でいこう。アサルトライフル。何キルしてんの。あ、1位なもんね。キル的には1位じゃないか。いやー強え。キル9だよね。です。10 10です。死にまくってますね。相手が落ち着いた方が勝てますね。下行きたくないんだけどね。下から上行かないといけないんで。うわー気づかれてた。めっちゃ張ってますやん。もう決まりましょうぜ。よいしょ。ダサい。いるな。あー負ける。あーナイス、ありがとう。結構足裾引っ張られるからきついですね。これ切れるんじゃないか。そういえばアシストランなくてエイムがですねスタンダードクラシックとかしかなかったんで飛び回るしかないでしょ。いない？ナイス。ドン。違う。Pick it up, Barnett. They're pulling ahead. ハンダをこれ貼ってるってまずいよ。リスキルなのかなみたいな位置。でこっち行こう。うわめっちゃ味方いる。ナイス。逆向いた方が良かったね今。くるんって結構感度が速いように思うんだけど、もうちょっと上げたいな。ちょっと今の当たんない。あやばいやばいやばい。後ろ後ろ。ナイス。自分ナイス。
あ、下じゃないんだよ。めんどくさいね、もう突撃しちゃった方が楽しいですね。自虐ですね。この辺当てれば来るんじゃないか。まあ勝てるとは言ってないんですけどね。さあ負けております。遠いです。私非常にあそこ遠いです。はあ、めっちゃいるじゃん。いやーダメだ、飛んじゃダメだった。あーさて、皆さんどうぞ逃げください。誰が生き残ってるかいまいちわからない。もういない、いないか、いないか、いるのか、いないね。いやー負けてしまいましたね。もう一戦いきましょうか。いやー強いね、非常に相手が。ちょ、私の技量不足かな。13ですしたからね今。あ、キルズで出るんだ。 26? そっか、そりゃすごいね。私13で相手のね、このここにつくからね、キル数的に言うと、ね、ニューカスタマイズニュー武器か。スピードロード、ローダーか、ファスタリロード。あー、どっちがいいか、どれがいいかな。これまだだな、これか。じゃあパワーセルってなんだ。すごい、これも増えたでしょ。スナイパー無理だもんね、使えないもん。まあタイタンは出せないからそれはいいとして。あ、あー、そしてここまたマップ2つなのかな。の割に偏りすぎだよね、当たり方が。パート1、2と3の前線が、前半が当たってないマップですね。さあみんな行こうぜ。さあ行くぞみんな、準備はいいか。ゴー。もうどんどん出ちゃおう、出ちゃおうもん。ああ、いますよね、もう。これ銃違うからね。あー殴られたのか。見てみよう、ドン。あー、ん、なんで今クライクライというか、あの L1 のやつ。どっちなんだ相手。やーば、待ってね、武器がですね、こっちなんですよね、使いたかった方は。あ、もう無理もう無理。アシストが今のすごい、3アシストしますよ。あ、違う、1アシストか、3です。ですね、みんな止まるもんな。止まるか、じゃあ。いやでもなー、よいしょ。あ、ナイス、援護に来たのに。大丈夫、大丈夫じゃないね。こっちか。あ、当たんない、最悪。追ってきてるもしかして。
なになに、うーわ、殴るの今の、掴めるの、そして今これやりたかったわけなんだ、間違えましたね。掴めるのか、いい情報聞いたの。はい、やった。いないか。すぐそこにいる。オッケー。あの距離は無理だ。めっちゃ滑るじゃんここ。楽しい。よいしょ。もし今のでいったら絶対バレるけどね。味方大丈夫かなこれ。追っていくよ。行こう。俺も行こう。あ、外した。最悪。そうだよね。敵地の真ん中に降っちゃったもんな。4キル5です。2アシスト。いいね。何がいいんだ。さあワイヤーを使っ、あれもう変わったんだ。どっちがよりとかあんのかな。ナイス。スナイパーブーン。あれ誰だ。やられた。ごめん。ノーウェンゴ。まずい、やっちゃったい。スナイパーをうまくかわせるかもしれないけど。変わりましたね。うわっ、あぶね。うかつに近寄れないな。ありがとう。あ、やばいやばいやばい。裏裏裏裏、そしてこいつ。あー、ファントムだ。ファントムじゃ、ホロだホロ。なんで今の、この動きって意味あんのかな。そういうの戻ろう。あ、まず一番入ってる。先に投げてくる。そんなによし、帰りながらこっちか。上は危ない、危ない。今撃つのやめたけど危ないね。うまっ、取れて死ぬな。一旦離脱からの、何？敵？いやー、そういうのバレちゃうもんね。バレちゃうね。ストロングマン1、コーヒーの名前になりそうだ。いや、これ間に合わなかった。全然間に合わなかった。今最悪のほど間に合わなかった。あー、むずいね。機動力上がってきたけど無茶ばっかしてんな。どうやって負けてるんだよ。
ありがとう。うわう、まあ倒したけど多くのやつやられたと。あの XX ってやつは日本独特じゃないの、横に飾り状つけるやつは。いたんかーい。まだいたのか。やるねー。やべやべやべ。追ってくる？上か。どうすっかな。案外真ん中行けばいい。あえての真ん中から。ごめん、取っちゃった。オッケーだけど、違うやつにやられた。やりますね。いやー、負けるな。ん？なんだこれ。ここか。あー違うな、奥か。あえて行きやられる。最後のようですね。あーこれで終わりか。逃げられるのか。あ、いい位置なんだけど、早めに行きすぎると敵の猛攻に合うんで。あ、やべ。うわ、ちょ待って。怖っ。こんなんダメでしょ。ちょ、車で。よし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 。壊せるか。壊してみろ、壊せるもんだな。おどうした。お、あ、やばい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 。いや、もう撃っても意味ないもん。お、どう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 なの。行く行く。行きましたね。行ったのか。あ、お疲れです。お疲れ様です。さあ、15キル10レス3アシスト、上の人のね、介護官かのようなステータスを出しましたね、あえてね。さあ、これで、タイタンホール全てのモードを、ね、遊び尽くしじゃないですか。遊びましたね。いやー、面白いね。まあモード、製品版、まあこんだけじゃないと思うんですけど、もっとね明らかにあると思うんですけど、テックテストはこんなまでかな。テックテストなんでどうなんだろうね、これベータテストに近い何かではあるんだろうけど、微妙なラインですよね。まあ発売はもうすぐなんで、これが最後のテストになるかもしれないし、オープンベータが、まあこれもオープンなんですけどね、オープンベータがまたあるかもしれないですね。さあ、ちゅうことで全て遊んだんで、まあこっから適当にその週あと4日くらいあるので、その間いろいろとって楽しんで遊んでいこうかなと。パイロットベースパイロットは楽しいけど、優劣つけんならバウンティー、パイロットハードポイントかな。バウンティーがやっぱ一番タイタンらしいかな、今回のある中では。まあもっと標準的なタイタンのモードがあるのか分かんないけど、このバウンティーが標準に一番近いですよね。 AI とタイタンとプレイヤーがいるみたいなところで。さあ、ではまた次回お会いしましょう。